はい、やあこんにちは、そしてこんばんはなのかもしれないが、クリアだよ。うん、見えるかな、音量は大丈夫かな、ボリュームとか。コメントが隠れてるな。よいしょ、ちょっとコメントいじるね。サイズがね、多分600ぐらいでいい。いや、800やな、リセット。よいしょ。これぐらいでいいかな？お、ま、猫さん、こんにちは。イェイ。BGM とか音量とか大丈夫かな？そして、あれか、マークはロシア語だね。ちょっと待ってね、ロシア語はね今日は用意してないんだよね。英語の YouTube の UI 字幕が一応設定しているはずなんだけど、出るかな、出ない感じかな。まあ試験的にやってるので、出ていなければ教えてください。で、今日はまあ気楽にのんびりとね、遊び大全やろうと思ってるんですけど、何やろうかな。出ていないような、本当に。それだな、画面映すか。ちょっと待ってね、意外とうまくいかないもんでね。これでいいかな、画面をいじります。よいしょ、よいしょ、はい、いいでしょう、これぐらいで。クレア、ん、かっこいい。ありがとう。まあこれで字幕は出たでしょう。ね、昨日あのレディットにね、夜中かな投稿して、いろいろと反応いただいたんで。後からでもね、見に来てくれると嬉しいんですが。ああ、加入してくださいって出てる。大変や。ちょっと加入しないといけないですね。ああ、ゆかさん、こんばんは。今からね、任天堂オンラインショップに加入するから、その作業がある。ちょっと待ってて。加入する作業をする。これは何というゲームでしょう。遊び大全っていう、世界の遊び大全っていうね、
いろんな国の遊び、テーブルゲーム、カードゲームのゲームだよ。ちょっとあれだな、これ以上見せられないから、ちょっと手続きするから待ってね。あのオンラインのね、手続きするから、こうしてその間なんか何か出せないかな。これでも出しとこう。ちょっとオンラインショップの手続きするから、コメント見ながらやるね。ロシア語で話せない。今日はロシア語で話せないよ。字幕がない。イラさんはどうなんだろう。遊び大全買った？そっか、ファミリープラン。300円か、1ヶ月。キュート。センキューブラック。ね、クレジットカードを載せるにはまずいんで、画面を一旦伏せてます。レディットのみんなは来てくれるのかな。僕もね、みんなと、レディットにいるみんなとおしゃべりしたいんですよね。これクレジットカードの番号言っちゃったらまずいな。さすがに、有効期限がほにゃららで、よいしょ。さっきプリペイド、お、マジか。やる気やな。ブラックさんのなんか前の方の名前ってなんだろう。これビブルかな。間違ってたらごめんね。でもなんかブラックって呼びやすいかもしれない。さあ、もうそろそろ課金できるはず。てるりるん。これでソフトに戻ってできますか、そろそろ。まさか切れてると思わんやん。はい、戻したよ画面。オンラインでしょ、行くでしょ。できた。まあコメントにある通りなんですけど、コメントっていうか UI か、画面にある通りなんだけど、一緒に遊びたい方はコメントに言ってもらえれば部屋を作ってみようと思います。遊びたい人がいると思ってなかったかな。それお、ロシアの人、イタチさんもかな。ハロー。まあそれまでは、誰かが来られるまでは何かやっとこうかなと思って、ストリームにごめん、ちょっと喉がロシア語の字幕は今日載せてないんだよね。遊びたいでね、普及したいんですけどね。何
何からいこうかな。まずエアホッケーいくでしょ。ここに来て麻雀するのも違うしな。七並べか。これぐらいでいいか。最初は待っとこう、うん、え、もうマッチングした。ポッポポッポ、エアホッケー人気だな。家庭部かな。多分私も切れてる。おお、その構えはいた、何だったんだ。危ない。え、危ないですね。あ、イエーイ、自爆したな。危ない。そんな危ない。ポッポさん自爆してらっしゃいますよ。はい、危ない。あ危ない。あ、はい。動いていないポッポが守りの。皆さんはそうだな、オンライン加入できたら教えてもらえればやりますんで、あの誘ってみるんで、まあ英語がわからないよしとしあの方もね、できれば雰囲気でも楽しんでもらえると嬉しいかなって思います。あ、今いけたで。空振りしたぞ。あ、はい、イエーイ、強いね。ちょっとポッポさん、同じメンバーでも、あ、やめて、やめてしまった。あ、花札ブラック知ってる？こいこい、そうそうそう、こいこい知ってる？海外の方は何が、日本の遊びで何が興味あるかな。カードに行きましょう。カードってな、どのカードがいい？一応ブラックが花札も見たいような言葉を言っていたから、ちょっと花札も選択肢に入れようか。テキサスポーカーやったことないんだよね。これのね、意味がわからないんだ。ルールか。これわからないんだよな。一旦入れとこうか、選択肢に。ポーカーに来て。ポーカーがいいの？じゃあ二つ選択しとくね。第二候補。ポーカー。笑った。じゃあこれで、この2つでいく。2つね、花札とポーカー、これでマッチング狙ってみるよ。このポーカーはどうなんだろう、みんな知ってるのかな。
花札の方が多い気がするね、そんな気がしたよ。じゃあ次ポーカー申請してみようか。ちょっとマッチングね狙ってみようと思うんだけど、親決め、はい、適当に。まあでも先行がいいな。龍が如くかい。なるほどな。ちょっと字幕がこっちやな。龍が如くか、あるんだね。じゃあタンを狙っていく。青タンですね、狙っていくのは。聞く、まずは花見を狙っていこうか。マーク待ってね、次ポーカーやってみるからね。あとユラさんはね、任天堂オンラインショップ入ったら教えてくれ。花見で一杯。え、これも別に恋恋ですよ。恋恋まだいけますよ。あ、でも相手3個が近いのか。OK。 赤タンも近いですよ。こんにちは、ウォーズさん。ハロー。あのよろしい、欲しい。あの松が欲しいな。ボタンいらないか。ああ、何も取れなかった。あ、三個近い。アメシコがこれでタンでしょ。上がり、もうやばいよね。6点。え、強、手札が強い気がする。まずしか取りますね。悩んでるのかな。回線落としたまであるかもしれん。いた、いいぞ。続けてもらえると僕も嬉しい。まあこれちょっと取るの難しいかな。うわ、何もない。あ、1個ある。これは取れるな。 YouTube のみで撮影してますよ。 Twitch もやってるんだけど、あまり最近はスイッチやれてないね。ボタン捨てて、次ボタン、あー、キクが欲しい。あ、でも待って、キクは3枚あるから絶対取れるでしょ。まずこれ回収だ。で次キクを回収して、イノシカ、イノシシがいねえ。イノシカチョウやるのにイノシシがいねえ。よいしょ。まあ種がここな。次タン取れる気がしないし、あえてカスで当たるから、あまり逃げよう。うん、元気だよ。強い、手札が強いぞ。桜が取れるのはいいな。わお。ダブルで取ってくる。ん？これは絶対取れるから、これは置いとく、最後まで。でも他に取れるものはないのか。
松が欲しい。あー取られた。相手は突き取られると三攻になっちゃうな。これ捨てるか。持って帰ってくる。え？いやマジ月見はマジ。これ捨てたくない。これ捨てちゃったら、これ捨てちゃったら月が揃うから。参考。どうするんですか。来るんですか。こいこい。ほう。でも桜は私が持ってるんで、この短冊の桜を捨てて桜を回収するから安心して。どんなゲームですか。これはなんか絵合わせ？麻雀ではないんだけど、ポーカーのような絵合わせのような、とりあえずこれで4個は、4個っていうか四個は潰せるでしょ。ありがとう、ロシアの人が2人も見てくれて。これは私のストレート勝ちでしたね。あまりいい点数はなかったけど、勝ちは勝ちなんで。じゃあなんかポーカーやります？見せましょうか。字幕は、許して。どうしてもね、僕の UI が対応してないんで、まあもうちょっとしたらね、YouTube 側で字幕表示できるように今開発。字幕を作っている人と一緒に頑張ってるんで、長い目で応援してほしい。このゲームの名前は何ですか。世界の遊び大全51だっけ。これあ、4人いるんだ、テキサスポーカーって。え、これどういうルール。こんにちは、青島さん。そうそうそう、ちょっとこの時間に気軽にやってみようかと思ってね。危な。え、これ4人揃わないんじゃない。あ、こんにちは、しぐしぐさん。コントロール落としちゃった。よいしょ。ゆっくりしていってね。お、ありがとう。伝わった？見守っていてほしい。あと集まらないんだが、CPU 混じっちゃうのか、テキサスポーカー。やっぱりプレイヤー4人でやりたいな。両手はちょっと手が触れないんだ。片手しか触れない。これだけで許して。ああ、最初にあれなんだね。はいはいはい。これどうしたらいいの？ああ、ドロップって降りるんだっけ？パスはもうこれでいいって感じだよね。で、ベッドが、ベッドして、ベッド、あ、ダメなんだよ。あれ、コールでいいんじゃない。あれ、雨が降っています。あ、こっちも雨降ってるよ。日本も雨降ってるよ。え、この時点でワンペアで、手元にカードがあればいいんだよね、多分。役があれば。ちょっと一旦コール、ちょっとコールしとこうかな。
集められて、手札がめくられ、でも役がないので、これドロップがいいんじゃないの。ドロップ、ああなるほどね。ああ分かってきた。はい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 、ちょっと理解が追いついてきたよ。ディーラーが親なのかな。まあ、この視点ではノンペア。ここの段階でペアとか揃ってれば強いのかな。コール。なんか麻雀みたい。1,2,3,4 があるから、あと5が来れば、これストレートにはならないの。パス、誰もチップを上乗せしてないから、なんだろう、コインに変動はないのか。この時点でワンペアだからちょっとベットしとく。はい、で5枚目がめくられて、これでワンペアじゃない。パス、パスしとこうか。ちょっと難しくないか。あ、面白いけど。ここで読み合いが始まって、コール、で手札を見せ合って、あーなるほどね、分かってきた。ナルトを見た。ナルトは、ナルトは見てないけど知ってるよ、ナルトは。うん、日本語一緒に日本語学んでいこう。最初になんかドロップで降りるっていうコール、あれがわからないんだけど、これはあードロップ、パス、あとは2人との戦いだから、ここはあんまり勝負しなくていいんじゃないの。ドロップ、あーなるほどね。あー、キリルさんこんにちは。これで、まあ、ちょっとここをコールして、チップを合わせて、コール、あ、ここで、いやちょっと一旦パス、4枚目がめくられるまで待とうかな。はい、コール、7か、パス、パス、でもディーラーはかけてくる。でこっちコールしたら、まあ枚数ないからな。コール、あ、本当にクール、かっこいい、ありがとう。何も揃わないのだが、パス。なるほどね。なるほど、こんな感じなのか、テキサスポーカーっていうのは。ファイナルラウンド、チップないんですけど、困ったな。
ノーペアなんですよね。チップないからもうかけちゃう。レイズ伸ばすね。いや伸ばしますね。コール、もうないんだよこっちチップが。わお、何もない。オールインっていうのは多分これ全額かけるってことだよ。パス。オールイン、ないんだけども、チップがないんですけど。ああ何も揃わってない。これかけるお金ないからダメなんじゃないの。あ、いけんのか一応。そうってないよ。ノーペアじゃんね。あー、ワンペア、ワンペアでも強いのかな。徐々になってる、徐々に。なるほどね。ちょっとこれは難しいな、テキサスポーカーさん。4人集まないといけないのがあるのかな、難しいかな。将棋と将棋、ベースボール、ヘアホッケーぐらいでいいやろ。うん、メッセージの翻訳一応見てはいるんだよ。これでもマークさんたちのイタチどこに消えたのって、まあどっかに遊んでんじゃないですか。友達でしょ。ん？もうマッチングした？はあ。五目商業マッチングするとはね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私親ですか。うん、まあ一旦、はい、飛車、あ、まあ、取ってくる。王手、やめようよそういうの。はい下がるよね。これ難しいな。こうで頬を置いてか。で私がここ金置くと飛車が来るんで、何がいいかな。ここを置かないといけないよな。何に置いて。王手。銀って横行けたっけ？いけないのか。でもここ来るとこう来て飛車が来て確か終わるんじゃないかな。なんでここ横行くって。で成り上がったところで銀が後ろに行けるから、うん、あ、このゲームはこれ将棋の将棋をシンプルにしたゲームだよ。将棋をシンプルにしたゲームで、僕はこれしかできない。普通の大きいやつの将棋はねできないんだ。これすると取られるよな。
これダメなんかな。嘘、普通の将棋より難しいのこれ。ドイツ語で割れちゃったらもうさらに分かんないよ。あ、そっか、角が来るのか。で、こう来て怒られるからすでにやばいのではなかろうか。意外とむずいな。で、こう斜めに置くと角が来るからダメで、あーなるほど。すると、ここは成り上がって、右行って、金が来んのか。で、斜めだと、王手。確かこれ全部いけるよな。ちら。都銀はそうだよね。全部いけるよね。だじゃあダメだよな。かといって後ろに下がれんのかこれ。ちら。金はここまでいけるでしょう。角も取られるんだよね。斜めいったら死んだのではこれ。逃げられんのか。マス目が少ない分、そうそうそう、飛車の動き回れないんだよね。困ったなこれ。これ取ったら終わりじゃんね。こうするしかなくね。そしたら取られるでしょ。王手で、しょうがない。こうして次、そうだよね、斜めで攻めてこられて、王手で右上行ったらやられるから、うん、ディエル意外とかかってる。あ、結構長くやるよ。ここ置いてもうやばいんだけど、すでに。あ、まあそうだよね。で、来るやん。でもこうなったら、トギンを取って、あ、いけないのこれ。トギン取れないのこれ。これ右ずれていったら、あ、じゃあ、まあせっかくだ。海外の方のために、こうなんか、行ける場所があるんだよね。コマにね。それぞれシミュレーションゲームみたいな感じなんですけど、で私この都銀っていう相手の駒にかなり攻められてるので、そろそろ負けようとしています。で、まあ、で飛車で横取られて罪なんだよなこれ。ああ、ありがとう。いいね。高評価ありがとうね。王手。つら。これ斜めするとあかんやん。ここもあかんでしょ。で、ここ行くと都銀に取られるから。で、ここ行くと飛車で取られるで。ここ行くしかないんだけど。で、銀が前に出てくるから。王手。これ詰みでしょ。ここ差がこれ進むしかなくないか。王将が前に出ちゃうのはさすがにどうかと思うが、王手。あ、はい。で前行くと飛車が来るんで、都銀でこう来て、来たら飛車が来るから、飛車取れるね。飛車取れるね。確かに取った。知恵熱が出た。いや結構楽しいけどね。
ここ置いて、あ、そっか。やべえ、やべえぞ。飛車も取られちゃったぞ。これって確か、あー、そっか。だいぶいけんだな。どうしよう。金置いたところでな。銀って前進めるよね。なので真横はだ、あ、真横金取られんのか。え、じゃあどこ行ってもこれ取られなくない？取られない？金って歩取られるから飛車金取られるでしょ。え、これ自分攻めないと多分負けるで。とりあえず置くやん。まあ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 、都銀か何かで取られると思うんだけど。ああ、詰みですね。王手参りました。まあ、いきなりクライマックスだからさ、すぐ終わらない。ちょっと、あ、もう一回やりたいんだけど、向こうの方が先に終わったら終わっちゃった。難しいな将棋と。まあトイベースボールエアホッケーぐらいでなんかいいんじゃないですかね。あ、イタチバイバイ、また戻ってきてね。シグさんは将棋が打てるのか。てか結構将棋打てる人いない？ウォズさんも打てるよね、これ。初手の過去上げたら、うん、そうだね。なんだ、みんなできんのか。みんなできるのか。僕的にはその海外の方、ブラックがね、海外の人でもあるんだけど、将棋をね、海外も将棋を覚えてほしいかな。プレイボール。まあ野球版でやるんですけどね、次はね。その、あ、あ、いや、はい、変化球ね。あ、はい。ヒット。めっちゃシンプルよ。はい、そんなゆっくりはさ聞いてないじゃん。えい、え、すごい、今負けたな。アウト。負ける？次。ストライクなんだよな。早いよ。めっちゃキワキワ、キワド。アウト。振るよそれ。ボール？次。次見送るわ。うえー、えー。あ、ちょっと待って、龍が如くって、あー、龍が如くって、将棋もあるし、あ、将棋もあれば、コイコイもあるの？アウト。見逃しちゃったよ。まあ、ここはね、強めのカーブで、えい。なるほど、ストライクなんだな。あとはちょっと緩急つけてスローボールな。アウト。振るよな。あ、こいつ右打ちにした。
スローボールはやばいやろ。あ、アウト。はい、取れる取れる。そんな、あ、これちょっと変化球かけすぎでしたね。オッケー、ナイスピッチン。あ、ヒットか。うん、急にで打ち方変えるのやめや。びっくりするからこっちが。ストレートでいいか。えい、アウト。楽勝でしたね。打席を変える。アウト。アウトか。ちょっと早いよそれ。早い早い。遅いよ。今度遅いよ。ヒットか。まあいいでしょう。早いよ。あ、ボールか。危ない、見逃した。ここで座席を変えて。くれよ、当たってくれよ。次ストライク。アウト。早いんだよって。スローボール。よい、見えてる見えてる。ストレートか。アウト。なんでなんで。0対0です。どうしようかな。シュート。これは曲げすぎだね。ストレート。あ、ホーム。あ、何するんですか。取られたじゃん。やりますね。もうなんか点数を上げられないな。あ、ストライクはタイミングつかまれてるね。ホームランとは思わんじゃんね。アウト。うん、そうそう。えい。やっぱ頼れるのはスローボールなんだよな。アウト。空振り。えい。ど真ん中ですよこれ。ちょっと外めな。あー、いいね、いいシュートだ。そして最後はスローボールで、あー、そこまで進むのか。無理無理だよー。あー、まあ、ファウルね。ファウルファウル。ちょっとなんかスローボール待たれてる感じはあるから。うわ、そこ振ろうよ。あと2回ボール球振ろうぜ。ボール球投げよう。うわ、そこ拾ってよ。取ってよ。そう、スローボール。はい、もう次ストレートでいっか。アウト。あと2点か。取れるのかな、2点。うん。ボール。見切るの大変だ。次ストライクでしょ。さすがに。ちょっとタイミング合わないよ。合わないタイミングが。スローボール。お、ボール3。見逃しでも俺はいいのだが。
はい、パウォール、あー取れない。じゃあボール球投げてきそうですね。ですよね。ストレート。なんだなんだそれ。アウト。マジで。マジで今右行ったじゃん。ガここはストレート。ちょい取れない。ついできんじゃうわ、力が入っちゃう。アウト。やばいな、ツーアウトか。早っ。ボール球かな。すごい際どいの投げるな。あ、早すぎる。アウト。そこのスローボールは読めてないですよ。なんかいけそうやったけどな。3ラウンドなのかな。悔しいですね。なんかあるかな。カーリングとサッカーとやっぱ花札かな。花札好きなんだよな。あとは遊び大全持っている人は、私に言ってくれればお部屋を作りますので、ぜひ教えてください。大善っていう変換の漢字が違うんだね。なるほど。聞くと桜はあるから花見ができるんですけど、パーツがないですね。いかんせん富士取ってきた。聞くはいた。まずこれもろて、これをもろて、タンを集めようか。はい、はいはいはい。梅か。あ、ボタンは欲しいんだけどないので、まあウグイスを、梅を取って、え、何いらん。これいらないか。桜が欲しいんだけど。じゃ、やば、これで取れるでしょ。これで鶴取って、あー来た桜、美味しい。はい、花見。花見で一杯とタンか。上がり強い。役のリストって何があるんだ。あー、ちゃんとあるんだ。ちゃんと役のリストがあるんだ。まあ5個とか出された日には多分泡吹いちゃうわ。だいたいあれだね、覚えてたね。僕が花札やったのはね、おじいちゃんと一緒にやってたな。
何も捨てる、何せよイノシカチョ欲しいしな。梅がいらないか。はい、聞くか。これはカスを集めた方がいいのでは。えい、でこれで集めて、あと1枚でカスは揃うけど、向こうも早いな。何いらないかな。ユリだか藤尾さん、あー、はい、取られた。花見で一杯。上がり。花見のルールはな、とりあえず菊取ってしまえばいいところあるな。どうしようもないね、今のは。桜を取って、こっちは青タンを取ろうかな。ツルは取れるのか。はい、花見と月、そうね、これオンラインだとルール決めれるのかどうかわからないんだけど、なんか花見はね、多分花見なしにした方がいいと思う。点数がね飛躍しちゃう、すぐにインフレーション起こっちゃう点数が。やばい、何も作れない。えっ、ここは次で揃うんじゃない、これ。何か来たけどまだ揃わない。うわー、あぶねー。これで種は揃ったな。あ、イノシカ蝶にはならなくて、種とかですかな。2点ですね。あ、3点か。勝てるやな。お、もう一回やる。ほう、ルール決めれないんかな。ちょっと後でメニューに戻って決めてみようか。はい、なんだこれは。え、イノシシ欲しいな。イノシカチョいけますよ。アプリの花札でも相手が速攻で。やっぱ花見月見がバランス。まあそっか、そこだよな。というかアプリであるんだ。これなんか赤単揃える前に月見が揃ってしまうあたりが悲しい。もうこれあと桜捨てて、で桜が取られなければ、あ、取られたわ。取られなければ赤単揃ったんですけどね。月見熱い。うわ、これきついよ。うわー、何も揃わ、うわー、これで回収するでしょ。やば、突き取られる。うわー、かすか。まだいいです。あまり、あ、2点ぐらいはいいでしょう。桜ほぼ独占状態じゃん。
まずこれから撮ろうか。撮れるものから撮る。減ってるね。あ、月、あ、菊が、あ、もしかして持ってないのか。それとも菊がまだもう一枚あるっていうことですか。で、桜回収するじゃろ。これターン集めた方がいいな。やべ。あ、でも赤ターンはこっちが1枚持ってるからよしか。よし。こんなので終われないよ。こいこい。言ってんじゃあね。なるほど。桜。うわ。きついな、この次の点数。あー、これカス揃えられます？まあいいよ。上がり。今何点だ？4点かな今。4点か。4点ならまだ全然逆転効くんで。ちょっと6点とかはさすがに追いつけないけど。まずこの月と菊で確定で月見が取れるんで。もみじも取れんの？熱い。パチ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 。ハロー。うん。なんだっけ？あ、そうそう。で、イノシシ課長の、まずいる。あ、蝶取られたのか？3個近づ、ああと1枚アメシコ。あと1枚何だったこれ。とりあえず聞く。いや、まあカスを貯めて。あーい、はい。でこれ捨てるじゃん。次花見なんで。いや、これは最後まで取っとこうか。もう一旦様子見ようぜ。やべ、桜取られた。あー、なるほどね。この様子だと相手はタンも揃えられないと思うんで、ここどうです。はいはい、よっ、月見で一杯。逆転ですね。上がり。対戦はありがとうございました。16点。こんなの取り戻せないよ。16点とか逆転でしたね。手札が良かったね。あ、相手が終わっちゃった。じゃあルール変えれるか見ようか。うん、 Hope you win this round。 うんうんうん、コングラチュレーション。Thank you。 ルールか。変えれんのか。え、変えれないのか。どうやらオンラインは変えれないのか。ここに来て麻雀やるのはな、ちょっと違うよね。さすがに。僕ね、この辺わからないんだよね。ルドとかバックギャモンとか。五目並べはちょっと分からないな。日本人なのに分かってない。まあまずシンプルに真剣すぎじゃないですかね。七並べスピード、これでいこう。カードゲームじゃん。何か来た。揃ってるね。死並べ4人か。性格出ちゃうやつ。ああ、いいじゃん。
前の方の数字ばっかりじゃん。下 1がちょっとな、足引っ張りそう。パス早いっすね。一体どこでせき止めようとしてるんですかね。クローバー欲しいな。いや、スペードでこれ出せばスペードの5は持ってるので何も影響はない。パス。なるほどね。五目並びは自分の石を5。ああそうなんだ。だから五目なんだ。あとでやってみよう。これパス2回使ってるのか、あの人。早くスペードをスペード処理したいんだけど。ああありがとう。ここで3はせき止められるね。ちょっとここはダイヤだいぶ前に出てるね。ハートはね自分が持ってんだよ。ここは1回パス。パス。パスですよね。パス。パス。パス。あ、でもそう考えるとね、相手のね、イージーさんが多分強いんで、こうなると。パス。いいのか。パス。パスの回数はまだ使えるぞ。パス。ほう。カーマインさんなのかな。ちょっともうパス使えないんじゃないですか、そろそろ。あ、たまらず出した。そっか。まあでもあんまりせき止めるとまずい気もするな。そろそろ出してあげるか。じゃないです。いや。パス。パス。まずあの右上のね。オカーを、オカーっていう人を多分そのままパス。もうパスできないよ、 お母さん。うわこれきつ。後ろの方しかないのか、これは悲しい。そうなったらいよいよ考えないといけないね、ちゃんとね。ここはいいか、出しても。はい。パス。なるほどね。おお、ようやくそこはつながったか。これだと、ここ強いんだよね。ハートの4と3持ってるのは強いんだよな、正直。じゃあこうしようか。まあここはちょっと出せるものからそろそろ出そう。お、これでパスが追いついたか。はい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 、なるほど。じゃあここ出そうか。パス。5回目のパス。一体何で止まっているんだ。あ、ここ強いからな。まずいな。一旦はい。あ、やっぱそこで止まったんだ。なるほどね。そろそろ。あ、あるんだ。なるほどね。いやーもうきついぞここ。いて。もうやばいんですけど。なるほどね。
パス。これみんなパス。いやでもイージーさんもパスできないんだよな。あー俺がパスして死んじゃう。あーとりあえずこれちょっとダイヤ無理やろ。うまい。死んだんだよな。あーなるほどね。ちょっとあの4人の人の手札がかわいそすぎる。番号後ろしかないやん。はい。え、集まらなかった。七並べはな、人間性が出ちゃうもんな。じゃあ、ね、モズさんが言ってくれたこの五六並べでもやりますか。自分の石を5つ先に並べた方の勝ちか。でそうされないためになんか石を置けばいいんだね。ちょっとバームクーヘン食べながら。ヨットはあれだよね、カイジみたいな。ああ先手のみ禁止、そういうルールがあるんですね。範囲の広い丸罰ゲームみたいな。なるほど、やっていきましょう。まず真ん中じゃないの。じゃああーはいはいはい、じゃあこうかな。早っえ、あーはいはいはい、え、あーでもこう置けばいくね。ありだよね。あ、止められた。うん。こう。あ、でもそれはそれであれなのかな。止められる。まあここ4にして。あ。ちょっとこれもう一回な。もう一回な。まあ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 。分かったから。やり方分かったから。ちょもう一回。なるほどね。うん。あ、次向こうか。先手もね。なんか最初にどこに置くかあるのかな。そういうのはさすがにないだろうけれども。え、結構難しいな、そうなると。間を埋めていってはダメなのでは。大丈夫なのかなこれ。あ、ちょ負けたんやが。これ前に回したパターンないんですか。え、だってここ置くじゃんね。ここ置いても真ん中取られるじゃんね。こいつ。あ、なるほどね。
と優しさを見せてくれたか。わお。ハロー。うん。エネミズゴールド。置いたんだ。そこを置いたんだ。敵はいいですね。グッドやね。グッドやけど、まあなんかちょっと手加減してくれた感はあるよね。でもここって例えばここ置いた時に斜めでこう受けるからいいんじゃないの。あ、ちょっと手ほどきしてくれたみたいな感じが見えますが、もう一回ちょっともう一回明らかに左上ポイって置かれたからな。これ五目並び奥が深いですね。あ、僕から、はい、どうよ。ああ、なるほど。間を開けておけば強いのでは。ここ置いちゃダメなのかな。和子版は、はい、こんばんは。ちょっと今はね、五目並べ初めてやってるんで。あー、はい、ありがとう、助かります。これはここ置いて、あ、ようやく、え、あ、やばいな、それ4つ目置かれるとまずいよな。いや待てよ、こう置いてそう置くじゃん、こう置くんじゃん。これ申請したいんですが、どこかに書いてますか？あ、書いてないな。ちょっと書きますか。あれだよね。フレンドコードみたいなやつだよね。うん。出しますよ。ちょっとお待ちいただけると。これ4つに置けないよな。こう置きます。で、こうカットします。ちょっと五目並び面白いんだけど、斜めに 1,2,3 があって、で斜めを潰しておかないといけないよね。何この禁止って、禁じ手なのかここは。なるほど。1,2,3。めっちゃ頭使うな。ここ防いだら、ここ4つだよね。こっちやっちゃうと、どっちもやばくないか、これ。はい。やっぱ違うか。こうじゃないのか。開けれるな。開けちゃったな。はい。ディエロワタ、やったね、イラさん。ちょっとご飯で10ポンドします。はい。じゃあ、フレンドコード送っておけばいい？載せておけばいいのか。この CPU の方うまいな。CPU じゃないわ。プレイヤーだよ。プレイヤーの方うまいな。これめちゃくちゃ難しい。けどめちゃくちゃ面白い。フレンドコードってどこで見るの？ちょっと画面を一旦消せばいいのさ。ちょっと消すから待ってね。フレンドコード載せるわ。
ピッピー。ああ、これか。ちょっと今、フレンドコードのコメント打つね。フレコでいいか。S ダブルの。これプラスだわ。7の2399の。文字色何にしよっかな。すごいちっちゃい字が、はい、戻った。これはさすがにちっちゃいな。ちょっと字をいじろうかな。並べもう一回やろうかな。あんま書きすぎるとまずいよな。下の背景を以外でいいんじゃないですか。まあこれでフレンド大丈夫な方は送っていただいてもいいし、それともゆらさん遊びます？今ダウンロード終わったってことだから。気づいたら教えてね。僕はちょっと五目並べがちょっと面白いからもう一回申請するわ。海外の方はどんな遊びを、日本のどんな遊びを、やったことがあるのかな。フレンド登録しなくても大丈夫なんじゃないかなこれ。ちょっと待ってね。フレンド登録、そうだね、一応申請しててもらっても大丈夫だよ。名前見えて大丈夫なんかな。意外と、真ん中にピャッと置くんだ。お、ちょっとなんか十字キー押すと重いぞ。海外の方かな。大歓迎だよ。海外の方と遊べるなんて。お昼寝落ち？おはよう。あ、シチュエーションボイスみたいなことになっちゃった。おはよう。なんだこの置き方。怖い。あ、でもこれはこれであれか。真ん中押さえなかったらまずいんじゃない？これ。強そう。あとこれ、とりあえずこうするか。押さえるでしょう。あ、それ強いな。あとこれさ、こうして、4つ。まずこうか。めちゃくちゃ守りになっちゃってるけどいいのかなこれ。あかん。もうちょっと丁寧に喋らないと僕普通に関西弁になる。あかんな。すが関西弁だからよ。防いで。悩んでるね。防ぐしかないのか。
4つ作らせたらもう終わりみたいなところあるから、なんとか3つの段階で止めとかないとダメなんじゃないかな、これって。斜めは大丈夫でしょう。真横がやばいか。4つになるじゃん。そこだと死んだわ。ええでもここ斜め揃ってるから、多分ここ寄ったところで負けちゃうよな。ゲームセットだよな。くそ。くそ、ここまでしか出せない。ここまでしかいけない。あれだよね。ゆらさん、やりますか何か。どうやって遊ぶんだい他の人と。1台オンライン。あ、フレンドで遊ぶってあるのか。なるほどね。ロビーを選ぶ、作る。これでフレンドから入ってきてもらうとか、そういう感じなのかな。え？ああ、なるほどね。なので一旦ゆらさんは私のこのフレンドコードを送っていただいて、でそこから僕が部屋を作るから、でも入ってきてもらうって感じになるのかな。来たと思うんだよね。これで承認しないといけないのかな。画面をちょっと閉じますんで。よいしょ。他にもスイッチ持ってる方で、スイッチ持ってる方で遊び大勢持ってる人は私にフレンドを飛ばしてもらえるといいですよ。フレンドにならないっていうのが項目にある。辛辣やな。うん、なってるね。よし。こんばんは、はじめまして。あさりさん。すごいなんか美味しそうなお名前。あさりさんでいいかな。こんにちは、こんばんは。フレンド届きました。おっと。ちょっと待って。承認しなきゃいけないよね。まあ、もしよろしければ遊びましょうということで。で、画面が出せないわ。よいしょ。フレンド承認してきますので、ちょっと待ってね。誰だろう。ああ、さっきの、あさりさんですね。うおー、フレンドじゃ。イエイ。よいしょ。これでいいんじゃないですか。で、私ロビー作りますんで、あさりさんとかゆららさんとか、これで遊べるんじゃないかな。来た。まあ最低でもね、2人いたら何かできる。4人いたらまあもっとできるんでしょうけど。さん来た。3人でもできるよね、これ。決定をちょっと押そうかな。はい。他にもやりたい人がいたら教えてね。3人でそれ完成。嘘、マジで。本当だ。何ができるんだ。あ、
何ができるんだ、ま、麻雀、ここに来て麻雀はないでしょ。必殺効果、大富豪、火鍋か。何やりたい逆に。ちょっとみんなの意見を聞こう。何がやりたい。4人だったらね、この辺ができるんだな。つまり、あ、2人はこれができるのか。なるほどな。4人はなんかカードゲームの得意だな。これ知らないけどね、ルドとか。ドミノとかやったことないんだけど。うん、2人用にするのは2人もある。あー、そうなんだ。まあでも僕はせっかくだから、あら、1人来た。ちょっと待って、せっかくだから3人でできるものが、ちょっとフレンド来たので承認だけさせて。ピッポー、アイカさん、よいしょ、フレンドになりました。やったね。画面映して、あ、じゃあなんか4人でできそうな気がする。ごめん、部屋を作り変えります。人数を変える、できるよね。これで4人できるんじゃない。世界じゃないどこ行くんだ世界。あ、じゃあゆらさんとあいかさんとあさりさんかな。とりあえず4人で何かできますね。じゃあね、ツイッターで流しとこう。もっとね、人が増えればいいかなと思うので。アイカさんどうでしょう、入り方わかりますか。17歳、 JK、 ほう。あ、本当。あ、ツイッターのフォローは今返すね、うん、本当だ、17歳 JK って書いてる。あ、やるとしたらトランプ系なのかな、無難にね。あ、ランダムってないのかな、トランプ系。あ、もちろん、なんだろう、やってるときは、まあ、配信見てもらってもいいし、声聞きながらでもいいし、これは、それはお任せするね。ルーレットってあるのか。じゃあ、ルーレットで麻雀当たったら嫌だな。ドミノ手札バレー禁止なこれルドしか。まあ僕は別に気にしないかな。手札バレーはね、あの、みんながこう音声だけ聞いててもらえればいいからさ。ドミノじゃない、ほんの忘れ方。え、これ分からんがよ。じゃあ一旦ドミノでやってみよう。ドミノ。え、これ倒れなかったら終わりってやつ。ドミノやるよ。うん、あれ、並べるんじゃないんだ。うん、並べるんじゃなくてつなげるんだ。つなげる、やってみたい。オッケー、僕がまず置くよ。手の中にある同じ数字のパイをつなげよう。じゃあ6につながるこれかな。ん、あー、そういう感じ。525、うん、再生止めて。424、まあまあ、コメントまだそんなにみんながね、あの、たくさんいないので止まってるかもしれないけど、コメントが。あれ、つながるパイがない、うん、じゃあ新しいパイを引いてこよう。そんなんの。あ、なるほどね、早く上がって勝つんだ。はい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 。え、横向けんの。あ、わかったわかった、完全に理解した。出せるもあるんだろう、まあ、これぐらいでいいかな。35点マッチで多分これでいいんだろうね。やめろ、ドミノピザ。やめろ、ピザが食べたくなる。はい、じゃあやりましょう。ドミノ親決め、ここでも親決めか。
なるほど。あーなるほど、35点を目指そう。あ、取った点数なのかな最後まで。あ、まずはあの優しく。あーなるほど。え、これ普通にあるの？ ご家庭で今初めて聞いたわ。生まれて初めて聞いたよこれ。あ、じゃあまあこれでいいかな、あえて。あ、点数取れない。ってなるとなんか35点で割と簡単にいっちゃうのでは。隣同士くっつけたら点数もらえるのかな。こんばんは、なぎさん、やっほー。昨日は休んでたよ、さすがに喉がやばくてな。え、これ、ああーなるほど、点数があるんだ。あれ取れないんだけどあれ点数取れないんだけど。ドミノやっている人口が結構いたことに驚きを隠せないんだけど。みんなやってたんだな。これ点数取れないんだ。え？両方取れた点数取れんだこれ。ん？お腹すいちゃうよ。なくなったらおしまいなのかな。出せない牌があったら1枚ドローっていう感じだと思うんだけど。35点いってもうたんだけど、ヒラさんが「ええ横に、えもしかして横につなげたらいいのこれ。あ、違うんだ、そういうわけでもないんだ。はあ、やべえ、0点なんだけど、ちょっと点数の取り方を教えてほしいんですけど、ちょっともう一回やろうかな。いくらなんでもね、0点は違うよね。あ、あるんだ、最近の。いやー、全くわからなかった。これどうやって点数取ってたのこれ。あ、決めた点数を取った人の勝ちで、同じ数日の牌出して伝えを出せなくて、点数の取り方が、ああドミノの端の合計が5の倍数の点数。今この画面だよね。その時の端か。上がったら他の人の残り牌の合計を5で割った数が結構難しくないか。あ、ありがとう、チャンネル登録。残りの牌の上がり牌の合計、もう一回ちょっとやらせていただいていいですか。半分勘でやってる。でも結構点数取ってたじゃん、井田さん。はい、お願いします。どれどれどれ。これ結構難しいね。頭使うね。あー、これは、あーなるほど、ここで5だからか、両方の端が5だからか。そうなると7になって2になって、まあいいか。あ
後になるから。難しいんだなぁ。ってことはこれは12になる。いやこれは1か。あーこれ4か。端と端の数字1と4、1と3で4になるから点数にはならなくて、あこれは5になるのか。そうだね、2と3で5だもんな。なんかすごいことになったけど、結構頭使うねってことは、でもこれは6になるからダメで、あーなるほどな。どっち選んでも5の倍数にはならんのか。この一番この白色とか一番、パス、え、めっちゃ点数増えたやん。白色とか多分ゼロのはずだもん。出せなくて、同じ数字じゃないからね。僕次もパスという扱いに なるのでは。ちょ出せるんだ、 6だけど。パス、なんかゆらさんいろいろでやってた気がする。ああ10になった、えらい。そうだ、1と4で、うん、なるほどね。これ何も出せないけど、とりあえず終わってしまうわけ。え、でもウィンになったけど、あもらえるんだ。とりあえずなくならせてもいいのか。なるほどね。引っ張り出してきた、リアルドミノ。リアルドミノが引っ張り出される。はい、途中で点数稼ぐこともできるけど、早く上がることによってみんなの持ち点を割った数字か何かでもらえるのかな。これは6と4だから点数もらえるね。ええやん。お、25点。アイカさんも25点か。はい、考えてるね。ここは、え、ダメなのかな。あ、3と5か。なるほどね。あえてこれ。こういうゲームあったんだ。これ3と5だから8なのか、今は。おー、うまい。早くなくならせてもいいっていう遊びを考えると、何も考えずうまく上がるのもいいのかな。まあ、それでも点数道中で稼いでるからなんか増えたけど、ここはいけるのか。ガチャ、ゆらさんがあと5点か。私17点。うん、今皆さんがやっているのは一番代表的なカンテッドというやつ。へえ、そんな遊びもあんの。9、5、ここ出せるんや。点数5点です。あ、終わった。これでユラさんが点数もらって、ああドベになっちゃった。
さっきよりかは理解できたけど、こういう遊びなんだね。まだこれは僕が勝てるあれじゃないですね。勝てるものじゃないですね。でもドミノ初めて遊んだ。これも頭使って面白いな。ラストカードはなんかUNOみたいなやつだよね。ちなみになんか他にやりたいのあります？ああ、ありがとうコロポラさん、優しいな。特に何もなければルーレットでもいいしね。テキサスポーカー、なるほどね。ちょっとさっきね、野良というかやってきましたよ。へへへ。テキサスポーカー、じゃあやりますか。これ大丈夫、みんなルール。手札と場のカードを組み合わせて役を作るポーカーだよ。です。ポーカー、大人の遊びね。大人の、欧米では最もポピュラーな遊び方なんだって。そうだね、なんか海外は割とこれ、そうなんだ。なんかマージャン説明するときに海外の方は同じ数字が2枚、こっちをイメージしてくれらしいけど。大丈夫？じゃあいいですか。カードタイプってなんかあの、あ、何もないや。5ラウンド。へえ、知ってるんだ。知らないの俺だけだったのか。役リスト、あ、あるんだ、こんなに。あ、始まっちゃった。どれ？まあこの段階ではね、いや、あんまり役は言わない方がいいっすね。マージャンはトランプだとセブンブリッジ、ああそういうのもあったな。みんななんか降りてるけど、実は手元に揃ってた方が強いってあるんだろうな。あとは揃ってなくても点数が高いカード、あの10以上のカードとかで、え、あ、なるほど。ここでチップがかき集められ、役揃ってるかどうかですね。コール。シャッシャッシャッ。ちら、コメントを見るやつ。ここはレイズ高めていこう。お、合わせてきた。いいんですか、乗ってきて。お、まあ、この段階ね、5枚目がどうなるか。あ、なるほど、こんな感じですけど、どうです？じゃあちょっとパスで。パス。この状態だったら、ワンペア、あ、まあそうか。ここで強いのは10とか8とかの、ワンペア、なのかな。基本ワンペアかな、多分。難しいよな。なんか僕の知識とか経験だとね、ごくごく一般的な、まあ何をもって一般的か分かんないけど、コール一般的なものしかやってなかったから、このテキサスポーカーもそうだけど、ドミノとかも、まあ、五目並べもそうか。初めてやったよ今日の配信で。まあ、どれも面白いけどね。そうか、フラッシュっていう線もあるのか。高めていこう。レイズ。気づいたら40点しかないんだけど。え、これストレートは存在するんですか？コール。役見ればいいのか。
ありはするんだな。なるほどね。コール。コール。ドロップ。ここは降りるしかないってとこかな。まあ、ここなんか240とかなんだけどね。255とかなんだけどね。はいはい。コール。合わせてみよう。10枚しかないよ。ああ、よかった。そうだよね。ワンペアだったら、まあ、金が強いかなって。分かってきましたよ。ここで揃ってればだいぶ強気に出れそうなんだよね。まあ、そういうことってなかなかないんやろうけど。場が開かれる。なるほど。合わせる。コール。出てみましょうか。250もあったらだいぶ余裕あるんだが、さっきのは聞いたな。11のワンペアみたいなね。お、あー、やっぱこういう感じでストレートなのか。そうだね、こうやって強いよね。あー、分かってきたよ。強いね。ブラインドベッド。ロイヤルストレートフラッシュもあるんだ。コール。ここ持ち点なくなってくるときついよね。パス。はいはいはい。4枚目行くまでちょっと様子見よっかな。降ります。ドロップここ降りんとな、さすがにな。さあ、二人の戦いですね。すでにワンペア揃っておりますが、高めに行くアイカさん合わせる。どうなんだろうな。パラ。あ、赤で揃えてフラッシュ。これ強いよな。イラも惜しいとこ行ってたね。さあ、アサリさんがコインが辛いとこ行ってる。あら、こんな感じ。コール。うん、
パスする、ベットする、コール、合わせる、で4枚目が、うん、何とも言えないな、コール、多分コインが多いからわざと降りた方がいいと思うんだけど、ここはもう降りた方が良くて、ドロップ、それワンペア置いていたって、あさりさん。なるほどな。これか。まだ私の勝ちですよ。イエーイ。この270、このなんか2ラウンド目がえげつい。275ぐらいもらってたじゃん。強いですね。テキサスポーカーうまいな。大富豪やりましょうよ。やっぱ大富豪でしょ。ありがとうございます。マージャンできるよ。いいんですか。僕マージャンやばいですよ。やばいって言ったけど、いろいろやってるからね。他のタイトルのマージャンとか。引きどころ難しいですね、さっきのテキサスポーカーって。おそらくイラさんはできると思うから、アサリさんは麻雀できますか。ウビン、でもいけるでしょう。麻雀、まさかこの全部できます。なるほど、中国数千年歴史の重み。ちょっとスキップスキップ。赤ドラあり、ハイデザイン、通常もたユニバーサルは、まあいいや。トンプか、いやトンプでいっか。長くなるもんね、ハンちゃんは。わ、ハイパイが。泣き確認はオフでいいか。わあ、なんか遊び大全の麻雀はすごくシンプルだね。こっちね、シャン点数まで見れるのがいいな。そうだよね、 FF14 でね、我々やってますもんね。ジャンタマと FF14 と遊び大全をやってるからな。麻雀は任せてくれよって感じだったけど、まあ、強くもなく弱くもなくなんですけども、ある程度は理解しますよ。今ここで俺がシャン点数を言っちゃうとまずいよな。まあでもいい感じですね。引きはいいですね。もしかして有効牌引いた時になんかポロって揺れ方が違うんかな。ポン、初オポン。ということは泣いたということはマンズの染めという可能性もなきにしもあらず。
このマーチャのタコやけに狭ないか狭なんかすぐ這い倒しそう。 C 泣いて、いい這いが来ませんね。チワもいらないや。チー泣いて、やはりマンズの染めですかね。なんない、しまった。これはちょっと捨てられないね。もう捨てられない。パワーはね、どうしてペイが来るんですか。あ、もしかして顔のトラッキング外れてた。画面近づいてたかもしれない。はい、復活。タンヤオかな気をつけておこう。となるとピンズの頭ぐらいは捨てても大丈夫かな。いわゆる9ピンに当たるわけなんですが、ジャンズを切ったのか。こっちも一旦合わせるか。また9ピン来るのか揃わないよ。シャンテン数が上がらないよ。手が進まないよ。いやー違うんだよな。しかもこれ捨てると、あ、見えないのか僕の牌が。ごめんね。いじるわ。小さくして、フレコはここでいっか。こんなもんでいっか。麻雀の UI は。これは役なしですね。まあ脳天でもいいんだけどね、これぐらいだったら。リーチ。おう、ここで引いてくる自信があるのかい。ローピンしてて3、4層捨てるか、2差し揃ってるし、マンズ残してるのかな。マンズの何待ちかな、裏は。ノーテン。あー、カンリャンバン。カンウバンか。まあ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 。マンズで待ってたって感じですか。すげえ。コントローラーが揺れる。ガシャガシャするとき。結局マジャン、あ、いや、ななみさん。じゃあさっき、いや、さっきやったよって来たそうか。面白かった。ちょっと戻ってみ。多分やってるから。今、やってるのはみんな、視聴者の方で。ポン！マージャンのリクエストが出たのでね、これはもう、やるかと。テキサスフォーカー面白かったね。あ、うん、やってたでしょ。あ、泣きはオフな。おすすめとかあんのこれおすすめはいらんけどな。逆にややこしくなっちゃう。なるほどね。赤を持ってくる。あ、はい1から教えるね。あ、はい、そうだよね。七乗りさんはどっちかっていうと、あのね、テキサスポーカーとかあの辺のところからだよね、得意とするところは。
シャボか。うわぁ、はまらねえ。いいのが来ない。ここか、ここか。ここ来てくれればいいんですけどね。まあもう言っちゃってもいいと思うけど。三蔵嘘あたりが欲しい。いいね。いいんじゃないですか。はい。うん、となると E1 切ったのがちょっと痛いな。三蔵落とせばよかったのに、どうして俺は。うわ、まあいいか。はいはいはい。結局何落とせばいいかな。三蔵っぽいって投げようか。え？はい。なんでこんな時にこんな数字が。はい。一旦字幕は消しとくね。あの、英語で喋られる方いたら、あの、付け直すから。これでこっちにコメント持ってきて、よし。いいシャンプーなんですが、おう、後半に来てリーチ。これリーチした時 BGM 変わんないのか。シンプルやね。すごくシンプルやね。七のりさんは持ってる？この遊び大全。どう見ても短期待ちなんだよな。うわ、赤腕、赤腕来ちゃうんだ。まあもう曲終盤だしな。はい。あ、そっか、由来リーチしてたんだっけ。ああ、怖っ。引いてこないかな。引いてこない。これはもともといらないですね。割と危ない牌切ったよね僕。あ、手前がアサリさんが出してたか。テンパイ。トナのシャボ、チートイか、いらば。なるほど。チートイとは強いですね。次何やろっかな。次大富豪あたりやろっか。あのスイッチとか持ってる方いらっしゃったら、私にフレンドコード投げてもらってもいいですからね。何かやるときは結構フレンドコードあると便利なんで。
配信ね、やるとき。ポン。チュンはポン。こんばんは、高見さん。ヤッホーイ。昨日寝た？ちゃんと。僕はたっぷり寝たよ。すぐ寝た。あ、いらっしゃい。ズミさんかな。イエーイ。ゆっくりしていってもらえるといいですね。今日はおしゃべりしながら遊び大全やってるって感じなので。ペイはポンしましょうね。あとはこのアイカさんとユラさんと、まあ今アサリさんかな、左隣の方は。先ほど視聴者さんでフレンドコード送っていただいて一緒に遊んでいるという形ですね。そして麻雀のリクエストがあったので打ってます。状況的にはそんな感じですね。お、リーチか。そこのリーチは強いぞ。さあ何待ちかな、もうもはやわからないな。情報が少なすぎる。はい。頭をポイポイする。まあ危ないのは2のソードだったりするんだけど、なんか無理に泣いて自分の首絞めちゃうのは良くないからね。ここでウーピンは切りたくないですね。ドラももちろん切りたくないからパスを切るか。はい。ぽいぽい。チー。止めではなさそうだな。ウーピン切ってるから怪しすぎる。このドラ切れないな。あ、ドラはドラ切り道してんのか。じゃあローソーはさ筋だから取るか。サブローソーは切れますね。えい。チー。お、ドラ落ちして単用に行こうかな。うん、サブロソ通るでしょ。あとここだ。4ドン。あ、始まってきた。チュン、ドラ、本一、マンガンかな。400だった。チチですね。ハイパイなかなか良き。もしツイッチ持ってて遊び大勢持ってる方いたらね、コメントで言ってくれたら誰かがね席を代わってくれるはずだよ。麻雀ばっかりやるわけじゃないんだけど。まあなんか割とリクエスト聞きながら回してます。ヤンシャンテン、
頭がどうしようかな。9ピンあたり頭にしたいな。パーピンっすか。じゃあ真ん中切って、はい、ジャンゾーぽい。345と567チーピンでメンツになるな。いいシャンテン、いいシャンテン、いいシャンテン。はい、いいですよ。ぜひぜひ。今そのフレンドコード送っていただいてもいいですしね。麻雀が終わったらフレンド申請をこっちで受けて、で部屋を作り直すという形で、うん、でどなたかは一旦休憩みたいな感じになりそうですね。あっと、ここは頭にしたいですね。いい形だ。はい、リーチ。何が待ちとは言わないぞ。まあ裏が乗れば万貫ぐらいですかね。やっとね、一発や。ってことは羽までありますよ。スマまでありますよ。ピンリーチ一発ピンフー、ツモ裏が乗らなくて、あれだね、ドラ2枚あった。強い。やっぱり麻雀なんだよな。さすがに。はーい、やったね。ブラック見てたかい。一発はね、強いね。あのピンフと単野を作ってたから。はい、申請送っていてください。高い点数はね、作っていかないとね。綺麗じゃん、ポン。作れるとビューティフル。はい、これトンプー戦だから、一応これがオーラス、あの最後の曲だから、親が連チャンしない限りは終わりますね。なのでもう少しだけ待っていただけると助かりますね。よいしょ。789と、ソーズの789とピンズの345はメンツで数えられて、はいはいはい。無理に合わせなくてもいいから、ああ、そうなんだ。はーい。じゃあ、なんだろう。誰かがご飯とか何かで落ちるときに、お声掛けしますね。頭が欲しい。違うんだよな。初じゃないんだよな。あ、ブラック大丈夫？字幕必要だった？字幕必要だったら言ってね。そんなに精度は高くないけどね、私の滑舌に問題があるから。大丈夫だったら一旦今取り下げてるから、欲しい時に言ってね。ドラがいらないな。うわ、違うんだよな。理想としては3のソーズか、まあ、6のソーズ、サブロスを引いて3ピン捨てて、
そうだよね、それ捨てて一気通貫待ちとしてできますが、そんな都合よく牌が引けるのか。まあ高めでいきますよ。ああユラがいいとこ捨てるな。アサリさんもロースを捨ててたんだよね。おっちいかんか。いいペーコーにもなりそうだけど、いやすでに4のピンズは2枚出てるからね。私はこのまま場が流れても問題ないのだが、はっはっは、いらない。ふう、これでノーテンとか。お互い全員ノーテンだった1です。アレマン聞きましたね。やっぱ麻雀だったな強かったわ。おかえりなさい。やっぱり麻雀でしたね。強えな。言い訳大丈夫だった？そんななんか急がなくても大丈夫だったけど、まあもし抜けても大丈夫であれば、新しく来られたズミさんと入れ替わりでも いいかい？それだったら。いけそうでいけない難しいよね、マージャンもね。どこで降りるかどうか、攻めるかどうかあるもんね。はーい、コロポラさんありがとう。別に遊び台でも今日だけやるってわけじゃないから。じゃあズミさんをお迎えいたしまして、アサリさんと僕とユラさんとズミさんでやってみましょうか。難しいですね、麻雀。難しいですね。僕は麻雀もいっぱいやってたので、むしろ他のテーブルゲームが分からなかった。まあ、ちょ、ごめん、ちょっと待ってね。アサリさんのフレンド申請を受けていないので、ちょっと受けます。申し訳ない。よいしょ。画面を閉じて、フレンドコードを、フレンドを受けて、ズミちゃん、かわいい。よいしょ。ピロン、スマブラとマリオカートを持ってるだって。なんと私全部持ってるんですよ。じゃあ作りましたよ。新しい方のねフレンドコードを受けていたんで撮ってました。なのでゆらさんと、そうなので、アサリさんとユラさんで来てもらって、これで OK です。何やります？よろしくお願いします。一体俺の動画で何を見直すんだ？何があったかな？もしかして私のマージャンの打ち方か？何やりたい？何やる？何でもいいよ。並べ替えすると一覧画面、並べ替え、すげえ。あ、でもこんだけしかないんだ。
さっきの対戦ですか、という面に気を配れない。あ、確かに染めに振り込んじゃってましたもんね。キューピンだったかなあれ、うん、じゃあズミさん何かやりたいのありますか。世界の遊びだぜ8って。しかもこれほぼ日本語のゲーム、まあ、この辺はバンコク共通か。僕も降りてたよ。行く時だけ行った。リーチする時だけ行ったな。ビンフタン屋の時ね。なんでもいい。じゃあまだやってない大富豪やろっか。大富豪。言わなくても分かるよね大富豪は。初切りありスペード3会社で縛りはなし宮古島この辺でいいか。いいよね。なんかこれいかんでしょっていうルールがあったらなしにするけど。ほう、堀内さんか。あー逆に10ステージ J バック。確かにそこはなんかローカルすぎるね。大丈夫そうか。プロといえば FF14 にもあの昨日か木曜日一昨日か、え強っ、あの一昨日 FF14 であのジャンソーの配信したんですけれど、まあ、そこにねプロ雀士の方の山田さんが、まあ、最近よく来てくださってて、今月の終わり、あ今月じゃないや、8月の何日だったかなあれ、ね、8月の27日かな予定ではね、山田プロさんと FF 事情でね、ジャンスを配信するっていう企画を立てておりますので、なんだかんだ私も麻雀プロの方と馴染みがあるというね、ここはいただきます。この手札が強すぎるんよ。申し訳ないが強いぞ。あーコロプラさんとはたくさん麻雀が打てそうだ。他にはなんか八切り、八切りだ。遊び大全以外だったら遊べる麻雀ありますか。まあ、僕だと例えば FF14 の麻雀とかジャン玉とかやってますけども、テンホはやってないんだよね。いや、やってるっちゃやってたけど、もうやめたんだけどね。パス。さあ、そろそろ2枚、そうでない。ちょっと、そろそろダブル消費していこう。あー、なるほど。でも、テンホもね、平均レベル高いから、僕も結構やってたな。いや、強いんだな。これは強いですよ。さあ、どこでジョーカー出す？はい。コロプラさんとは麻雀話が盛り上がりそうだな。ここでジョーカー出されると一番怖いんだけどな。パス。あ、やめよう。誰かがダブル出すまで待とうかな。いやー、これゆらさんきついんじゃないですか。あー、はい。ちょっとこれは強いわ、ごめん。八切り2が3枚ある時点で1 1
1が2枚であって2が3枚はね、八切り、運が強すぎる。まあ、ここからうわあ、浄化込みのスリーカードでダブル出し終わりか。あ、八切りか。八切り。なるほどね。うん、ここからはね、都落ちしせずに頑張りたいところですね。強いんじゃないかな。残りの枚数的に13、あ、出てくるか。ここはズミちゃんどういう風に出していくか。お、ちょっと強め。ここをダブルで攻めてもいいのかな。どうなんだろう。おー強い。はじきですか。あ、あ、なるほど。誘っていく。2をかぶせる。ダブルで、ダブルでおしまい？ああ、えらい。今なかなか熱い。この手札まずいでしょ。これと、どれも、え、まあいいや、これで、はい、しゃあないな。とても大富豪には思えない手札なんだけど、これはいくらなんでも、まあダブルが攻めやすいか。階段作られればいいんだけど、階段になるような数字もないしな。7からスタート。なんだって？11？クイーンを出す。1枚出そうかな、キングを。なるほど。ちょっと2は出しづらいな。1っていうかエース出して、まあ2出されたら困るなみたいな。出された、革命ですか、もしかして。それともダブル攻めですか。八切り、階段込みの八切りは強い。それ以上言ったら僕は死ぬ。強すぎる。パス。なんか八切り込み、いや八切り、いやダブルでおしまいよそれ。3、少なくとも2枚は通るよな。はい。ええ、なんだろう、もしかして8とか2とかですか、これ。っていうね、あのチャットが流れて、つまりそういうことなのかもしれないな。えい。ああ、それ絵柄は強すぎる。もう無理や。なんや逆に。まあ仮にあれが2とか8だったとして、パス。もしそれで上がられたらドベだからね。一体なんだろうな。油断もできない。心理戦かもしれない。はい。まあ、まず2枚は通るね。これ、なんとかいったやろ。あ、これ、通りますね。あ、嘘、ノー上がりなんだ。一
けるんだ、鉢上がりは。違反ではないんだ。まあ、残念ながら僕がここで上がる。鉢切り。さすが大富豪やで。よいしょ。あ、上下上がりだけなんだ。あ、じゃあ、なんなんだ、あれは一体。あさりさんの待ち札が気になる。このラウンドが終わったときに、こっそり教えてもらおう。つみちゃんって、うわぁ、スリーピア。強い。煮上がりはね、僕も、実際に、知らない人とやって、煮上がりとか やっちゃってね、ペナルティーだった。え、つみちゃん強い。強いんだよな。え、強い。4位から不合。3? あれ?これで上がらないのか。ああ、選択ミスの話か。一生上がれない、これは。なるほどね。まあまあ、ドベからスタートですね。何行こうかな。重いのか、これは辛すぎる。サンドシングル。まあ革命は待つか自分で革命するかだろうけれども、やっぱ大富豪が一番馴染みがあって好きだな。ここで鉢切りは暴挙でしょ。ここは平凡に強いところを出していこうね。はい、全部ダブルでいいんじゃないかな、これ。パス。ちょっと様子見よっか。でもなんか大富豪って様子見た瞬間ボコボコにされることってよくあるから怖いんだよな。9か。うん、8とか持たれてるとまずい気もするけど、パス。こっちに1枚あるからね。もうなんかもうもう止めてあげないとまずい気がしてきたな。はい。8のダブルとか来たらまずいしな。たまらず。あ、これ通るんだ。え、これ通るの?消費すんじゃん。八切り。ここで2枚のダブル、2のダブルが来なければ。って感じかな。で、通る。強かったな。さすが大富豪やで。お、ここはつみちゃんがターンを取る。まあ、2が3枚あったから、あ、2枚か。つみちゃんが持ってるのかな。大貧民なのに、手札が強いアリスさん。あ、アサリさんか。しかし、ズミちゃんも負けていない。9。微妙に8が出せない。結構8持ってそうだな、岩。あ、1。ここは2で返してくるか。何で来るんでしょう。ダブルかな。おー、キング1。え、強。ここで、あー、1か。さすがにターン取れない。で、ダブルでおしまいってとこでしょうか。8切り。8切り。なるほど。3。ターンを取っていって、8切り。順番で負けると。なるほどね。
これきついな。しょんぼりしてる。さて、ウディア。ジョーカーがないんだよな、さっきから。多分ツミちゃんが持ってそうだけど。ターンを取っていく。八切り。ワンサイドゲームかもしれんな。一気に負ける可能性ってあるからな。八切りされると怖いけど、まあ7出そうか。おお、そこでユラパス。じゃあ僕は10を出す。これは強いでしょ。手札がダブル揃ってるの多かったもんな。何そのシャンって。え、どうやんのそれ。かっこいい。あまあいいや。まあいいやろ、いけるやろ。ちょっと出し方ミスっちゃいました、ね、まあ2枚はパス通されるな。下手したら負ける。あ、トラッキング外れたか。ちょっと待ってね。すごいリラックスした姿勢にしてた。よいしょ。あ、パスパスパス。はい、どうぞ。ハッチ切らないでね。迷ってますね。ハチ切り。切られた。うわ。え？パス。トリプル。うわ。ダブル出されて僕がね、負けてね、見分けにするっていう可能性もある。やっぱり大富豪ワンミス。あ、オッケー、助かった。まあでも逆にあと3枚なユラはチャンスやで。階段出されるとね、返しづらいよね。大富豪は階段強い。お、クイーン。アサリさんは出せなくて、ユラさんも出せなくて、ズミちゃんがここを何が来るかなって感じですね。おー、ダブル。あ、嘘、ダブルも、ダブルも通るってよ。ズミちゃんチャンス。うきつ。強いわ。あ、ちょっと、ね。8切り。ジョーカーを残すまでの実力もあったって。さあ、2人の勝負。ここは、何だったんだ、ユラは。あ、止める。あ、止めない。8切り。これ、つらそう。なるほど。ファイナルラウンド。うわ、やっば。え？いや、はい、よっしゃ、やるか。柄を全部渡したのはそういうことだったんだな。八切ってこれちょっと豪華すぎるけど。八切り。やるか。そのためにね、
さんとこを残したのよ。やっぱ強いわ。ちょっとそれは出せないですね。パス。まあ、ただ絵柄は全部腐るから。7。ここに来て7強いですね。いや、一旦パスるわ。6、5、3はまだ出せないな。え？パス。不穏だな。ここで返されたらちょっとまずいんだけどな。革命返し。まあそんなことはなかったらしいな。夢か。パス。夢だったか。しっかり返されちゃったな。うわどうしようこれ。絵柄がそうだよね。ちょっと腐っていた絵柄が生き返るっていう。まあでも僕はゆらさんに何を渡したかは知ってるからね。パス。2なんだよな。え？また革命するんですか？そんなことないよね。ダブルか。じゃあ出そうかな。うわー強い。パス。4位の手札じゃないそれは。大秘密の手札じゃない。あ強い。そうだよな。確かクイーンは一つ私があげたんだよね。8も使い切っちゃったしな。今ここで2使うのはまずいし、ターン取れないからね。パス。やばい、アサリさんがダブル出して終わらせに来る。うわあ。いやー、まあ、パス、まあまあ、もうワンターン待ちましょうよ。ダブル行きましょう。ささやき。単品。いやー、そこでパスするってことは。パス。もうまずいな。階段とか、いやもうそれはそれはパス。2枚ですか。 8はないから2出せないな。タイミング8切り、ね、最後の8枚ね。最後の8切りね。はい、やられた。やられたぜ。つみちゃん、そのフィニッシュを決めてくれ。宮古落ち。ひらがなで書くとこはかわいい。お互い2枚か。ああー通ったか。なるほどね。まあ総合点数では勝ちましたね。多分これ総合だよね。よかった。え、あ、最終ランダーで決着つくの？ダメじゃん。どうすんのこれ。最後の最後で負けてんだけど。いやー、革命返しがね、出されるとは思わんで、ちょっと調子乗って8をね、4枚使っちゃった。ラウンド2本当に勝ってたんや。確かに勝っとったね。ダブルを出さなければ、単品出していたから。そんなことって、そんなことって 1,2,3,4 ラウンドは勝っていたじゃないですか。何やろうかな。死ぬ並びは性格出るからな。ラストカード刺さらなかった。この辺りラストカード。このゲームは人生に似ている。本当かよ。え？何？
言ってんの？何言ってんの？何言ってんの？一位決定でいいか。あーこの辺はね、そうですね。ただあんまり詳しくないけどね、僕も知ってるよぐらいで。ラストカードさん。リバース、いきなりやね。同じマーク、マークじゃない、絵柄ないんですよね。あ、一応同じ数字はあった。カラーチェンジで色変えれんだ。リバース、はい、私ですか。あ、一緒に出せないんだ。カラーチェンジ、赤。カラーチェンジ返されたダメだって、黄色は。せめて同じで、あ、オッケー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 。ドロースリー、はいはい3枚強欲な壺以上ですよ、これは。天よりの宝札みたいな感じだったよ。ここはなんか色変えてもいいんじゃないかな。あ、このドロー3、なんだろう、特殊カードで上がるのって違反だっけ。スキップ、スキップで上がるのってペナなのかな。リバース、まず8、まあ適当な数字でいいや。あ、よかった。ドロー2、え、勝負つくかなこれ。あ、ペナない、よかった。オッケー、ありがとう。ちょっとワンチャン返せるようにスキップして、はいはい、5で色変えて。ラストカード、あー、なるほどね。あの、何でも上がれるみたいなね。確かにそれだったらなんかいけそうな気がする。カラーチェンジ最初に切っちゃったのがいけないか。まあでもスキップ、スキップ、まあ場にある以上は、場じゃない、カラーチェンジ、手札にある以上は出さないといけないもんね。ラストカード、スキップ、ちょっと誰かズミちゃんを止めないと。止めてもろて。リバース、戻ってきて、引けなくてラストカード、マサリさんがそこでドロー、ドロー2、いや、いいんですか。え、あ、同じフィニッシュ上がったんだか。あー、これあれか、1、あ、全員決着するまでにしとけばよかったな。ごめん、1だけだったわ。やっぱ全員決着つくまでだよね。こっちだよね。イエーイ。あの、ドロー2はドロー2でしか返せないのか。なんかドロー3持ってたから、あ、うのと似てるよ。ほんと、ほぼうのみたいな。ただ違反上がりもないっていうとこだから、割と手札を消化していくのが優先かな。うん、ほぼ。スキップ。リバース、戻ってきて、あ、僕じゃない。ドロー2、増えていくんだな手札が。ドロー2のではないです。ラストカードと、まあ、確かに、あー、存在を消されるやばいな。スキップは最後まで置いとこう。抹消されるね、ラストカードさんに殺される。おっしゃ、順調にリバース減らしてます。おー、本当に減らせる、減らせる。デュオ、ラストカード、あ、え、早、カラーチェンジからのカラーチェンジ、色指定か。黄色、ここスキップさせてしまっ
たらダメだもんね。だからカラーチェンジ。カラーチェンジ。なんか弾けないよね。でもう一回アサリさんに弾かせて。でこう色変えて。あ。スキップ。やべ、助けて。宣言忘れてた。ドロー自動でやってよ宣言ぐらい。やばい。カラーチェンジ。はい。コロコラさんまたね。いってらっしゃいか。ちょっと宣言。ラストカード。ドロー2。宣言するだなんて偉い。このままいくと裏が上がってしまうんだわ。5枚カラーチェンジ。5枚重すぎた。初期手札じゃないですか。赤か。色変えるぜ。ラストカード。ん？ドロー2。カラードロー2。あ、なんだ。まだいける。まだ参る。はい。ラストカード。リーチかけるね。もうラストカードです。え？は？ドロー3。助けてくれよ。やめてそれは。それはさ、なんだこれ。選びたい放題じゃん。困るな。ラストカード。リバース。片や一人ラストカードだし。どうなんだろうな。色変えてしまって色に移って、はい、リバースフィニッシュリバース困るんだけど、母親さんだよこれ。何いるって、はい、そうだなつって、スキップ手札選べちゃうなつって、困ったなあれ。とりあえずカードなくしていくね。あ、やばい、今水色攻めが強いらしい。あー、じゃあとりあえず黄色に落として7、青に戻して、青水色強い。スキップして、スキップ、待ってみない。あ、そっかそっか、一周したのか今ので。カラーチェンジ。色は泥を2。はあ、手札がなくならないよ。リバース。クシュカードしか来ないから、いやリバース返されると思わなかったけどね。スキップやな。スキップ。ドロー3。困ったな。どんどん増えていくぞ。ラストカード。ついに宣言きたか。ドロー2。からの。僕もドロー2。これはさすがにね。よし、カラーチェンジ。色を変えて黄色。カラーチェンジ。変えていく。赤やったね。ラストカードどうしようね。え、ここラストカードってことは次ズミちゃんに行くからダメだよね。カラーチェンジ。でこれ本当とあんましない方がいいと思うんだけど。黄色。あ、助けてくれ。また宣言しないじゃん。あかんって。あかんって。それは宣言忘れてんのあかんって。あのさ、全然消費してないじゃん黄色。あ、ようやく行けたわ。長いなこの戦いは。ちょっと誰か、ラストカード宣言しやって。あかん、あ、スキップか。なるほどね。ようやく来たかと思ったらこれですわ。
リバース、なんかつい押しちゃうみたいで。ドロー3、イエス。リバース、戻ってきて3枚上げて、ドロー3、オッケーすまん、ドロー3、すまない、カード屋さんにさせてすまない、リバース、リバース完成モードだったか、カラーチェンジ、カラーチェンジ、何かな、黄色か、うわ出せない、来ない、せめて同じ数字が欲しいな、あーいいね、 OK、 ドロー2、びっくりしたわ、ドロー2、ドロー3が重なって9枚はやばかったもんな、はい、おいしゅう、いいかいいか、次のカード出したら宣言だからな、絵柄が一致しない、色変わった、チャンス、スキップ、スキップ、カラーチェンジ、カラーチェン、赤かな、やめてよ、あ、ようやく出せる、まあまあ、スキップ、してんだよな、ビビるわあれ、はい、赤に帰る、でもここでアサリさんも、あ、なるほど、せない、ラストカード宣言、上だな、上のボタンだな、ラストカード、はい、ようやくだわ、もうようやくだよ、まあ出せないんですけどね、色変えてほしかったな、ここでな、あ、ここでラストカード覚えたぞ、カラーチェンジ、あ、つぶちゃんそれ、お、フィニッシュ、いいね、ようやくだわ、ラストカード、ラストカードでつぶちゃん宣言して、カラーチェンジ、カラーチェン、これ大手やで本当に、あ、フィニッシュ、出せなくて出せなくてか、これはうまいね、波乱だったな、じゃあ、あと1回やって8時頃になりますから、あと1回何かやりますか、最後の方が確かに手札がいっぱいになっちゃってね、カード屋さんになってたね、最後何やります、なんか手軽、なんでもいいな、ぶっちゃけ、何もなければルーレットだ、ドミノ好きだな、コロコロさん、あ、そしておかわりなのかな、参加してる方はどれがいい、何がいい、ズミちゃんとかアサリさんとか、あー、七並べか、性格出していこうか、悪い性格、七並べ、七並べしよう、はい、繋がらないでいいよね、一周したら、え、なんかある？パスの回数とか、パスはまだ大公開でいいよね。エスとキングはつながるようにするかしないか。このあたりは、育ちによる、育ちの環境によるからさ。いらないか。つながらないにしようか。ね、繋がっちゃったらなんかね、みんな言うよね、僕も言うんだけど性格悪い方がつ、どれだけ最初パスしないかだよな。
パラパラパラ。はあ、なんだこの手札、これは大変ですよ。厳しい。開幕、あ、とりあえず出せるな。はい、これでなんとか。一番左、僕の手札の中の一番左はちょっとね、独占できるからそこは強いかな。パス。なるほど、パス1回目。そろそろクローバー開拓してもいいんだよ。どうしてみんなダイヤを攻める。ね、スペードね。まあね、スペードはまあまあ、あー、うん、しょうがない。はい、1枚出そう。なぜか知らないけどダイヤかこれでパス一式揃うのか。はい、パスいいね。パス。いやさ、そろそろさ、ダイヤを、ダイヤじゃない、あの、そろそろクローバー育てませんか出たパス誰かが出すので、いやちょっとパスの回数が多い、ゆらさんが不利ですね、この場合。パス。どこで出すパス、ね、一体ね。きついぞ。ここが日並びの熱いところだからね。あ、たまらず出す。パスの回数はね、ちょっと合わせておいた方がいいでしょう。はい。まあ、スピードはここで始まるんじゃない。僕が6と5パス。あら、なるほど。パス。もしかしてクローバー多い。え、パス。まだパスの回数まだ多いから、あ、僕は少ないから、まだいい。パス。あ、なるほど、スピードが上がるんだマジクローバー止めてんの誰。つらい。パス。もう出せないよ、クローバー開拓して。パス。なるほど、意外と最初はパスの回数が多かったゆらさんが。パス今。ああ、なるほど、ここでようやくみんなパスが揃う。パス。どうする、どうする、これもう出しませんか。パスは。あさりさんどうすんだ、あれはそんなに持ってんの、クローバー。パス。私そろそろ爆発するんだけど。パス。え、ここはリズさんだ。あー、アサリさんだ。あー、1強すぎるよ。パス殺しよってじゃダメだってそれはクローバー誰ですか止めてたの。おー、君が出すまで僕はパスをやめないで言うなそれ端っこなんだよな。あ、誰だクローバーを止めてたの。ダメだよ全然進まなかったからな。うん、いや面白かった。あともっとやりたいんだけどね、いい加減ちょっと区切りつけておかないと。ご飯がねあるしね、お風呂もあるし。さっきフレンド申請してくれた方は配信終わったら許可しておくから心配しないでね。うん、クローバー68のみ強っ。あー、申請なんか2つ目かな、ありがとう。うん、ハートね。そうね、最初ユラさんがパスしてたから、これユラさん爆発するかなと思ったんだけど、
最初に爆発したの僕だったわ。いや楽しかったですまあ何やるかは割と僕ツイッターの方で告知するから、今日は割とゲリラ的な感じで突発だったけど、何か告知はツイッターの方で出すので、よければツイッターの方に、フォローしてもらえると助かります。配信の感想とかはクリアライブとかなんかそういったところでお願いします。はい、お疲れ様です。今回はここで終わっておくので、また何かの配信でお会いしましょう。海外の人も見に来てくれてありがとうね。じゃあ終わります。今日もありがとうございました。またね。バイバーイ。